こんにちは、吉田さん。あの、何が正解か何が不正解か。まあビジネスで言えば何かなとか、人生で言えば何かな、恋愛は何かなとかね。様々な前提条件を変えると、何が正解かって確かに変わるような気がするんですけども、うーん。吉田さんが言われるようにね、まあ、破産してしまえばそれはビジネスとしてはダメなんじゃないかな。もしくは、 従業員に給料が払えなかったり、自分たちが生きていけなくなれば、何のための商売なのかなってやっぱ考えるところあったんですけども、同時にね、ちょっとこう、概要欄に貼っときますけども、安倍総理のね、まあ、実は、あの、近畿大学での講演の模様をちょっとね、聞いたんですよね。これ非常に内容が良かったんで、別に安倍総理が喋ってなくてもこれね、 名もなき人が喋っててもう感動するようなことだったと思うんで見ていただきたいなと思うんですがその中の一節にですね「人は失敗から立ち上がることが大事なんだよ」っていう風な一節で締められているところがあるんですよね。でそのお話の中で非常に心揺さぶられたのはあの東日本大震災なんですよ。東日本大震災で 大きな被害を受けた地域の方がいらっしゃるところに、まあ、安倍総理がいても立ってもいられなくね、これ、あまり報道されてなくて人は知らないんですけども、被災地にトラックを借りて、朝早くから夜遅くまで、救援物資を送りに行ったそうなんです、安倍総理が、お忍びでね。で、地元に着くと そこで迎えてくれたある方がですね、おう、安倍さんよく来てくれたっていうふうにね、声をかけてくれたみたいなんですよ。で、その人が続けるんです。安倍さん、今日ね、女房の葬式を済ましたよ。奥さんが被災されて突然亡くなったんでしょうね。悲しいでしょうね。すごく苦しくって落ち込んでると思います。でも、その人はこう続けるんです。でも、安倍さん、俺は負けないよ。 そうなんですよね。東日本大震災で、いろんなものを失って、友人を失って、街を失って、生活を失い、未来を失い、何もかもなくなった。残ったのは、もう自分だけ。会社を経営した人は、会社も流されて、工場をやっていた人は、工場も従業員も、資材も流されて、もうみんな破産状態ですよ。そんな中、 もうやめた。終わったよ。もう自然にはかなわないよっていうのかと思ったら、俺負けないよっていうふうに地域の人が言ってたらしいんですよね。で、安倍総理は励ましに行ったつもりが逆にね、自分が励まされちゃった。よし、この地域の復興に自分は何ができるだろうかというふうに思いを新たにしたらしいんですよね。 うん確かに当時日本中でできることをやらなくちゃって気持ちになったと思います私もマージャン店を経営しながら少なからず自分の会社の中から黒字じゃもうすでになかった会社から寄付を続けましたそれはあ復興に関わる大きな金額にはならなかったと思います 安倍総理も実はね、自分の給料のうち3割をずっとずっとずっと寄付していたらしいんですよ。で、その総額が大体年間で1億円ぐらいになるそうなんですよね。年間で1億円ぐらいの寄付を被災者のために今の、今まで続けていたんですよね。もう今は亡くなっちゃったんで、もうそれもできなくなったと思いますけども、もしかしたら意思を継いで、 遺族年金のの割ぐらいを寄付し続けるのかもしれないでも、ねまあ、そういうふうにねやっぱこうもしかしたら挟んですら成功にいやいやもっと言ったらね私の解釈なら挟んですらプロセスでしかないのかなと思うんですよ人生においてもそして家族や恋愛においても離婚が悲惨なラストシーンなのかというとそうではないと離婚っていうのは一つの 幸せを求めめるるるために取ったにとっ貴重な選択でであるとも言えるんですよね。そう考えたら人間って結局死ですら終わりじゃないのかなとかね最近こんな言葉があるんですよまた安倍総理の話になりますけども「心臓を死して踏みを動かす」という言葉があるんですよ。 安倍総理がお亡くなりになって大きな衝撃を受けた岸田文雄はですね新しい総理として今覚醒してるらしいんですよ今までの検討ばかりだった岸田総理から決断と実行の岸田文雄になりどうやら原発の再稼働を認めたらしいですねでもエネルギーの心配はないから 電気の節約をすることなく、どんどん使ってくれというふうな声明まで出してます。ちょっと前まではね、なんかこう、エネルギー逼迫対策で、皆さん節約をお願いしますと。ポイントを付与しますみたいな、わけのわかんないことを言ってましたけどもね。正気かと思いましたけども。大きく変わったんでしょう。確か岸田文雄総理は、安倍総理のお手伝いで総理になったと。 いいいうふうに言われてましたからねはい、ということこで何が成功なのか何が話題するのか私たちは分かりません自分で決めるっていうことなんじゃないかなと思うんですよ自分でこれは正解なんだといっぱい血にまみれたど,どん底の状態であってもこれが自分の人生に起きたことなんだと捉えれば まあまさにその谷底からでも輝く歴史はウイニングロードは引けるのかなと思いますしまあでもねどんな大物もいっぱい血にまみれてるわけですよね悲惨な状態をものともせずにそこから這い上がった力でまさに駆け上っているというところなんじゃないかなと思うんですよえー、というところでね駆け上がっていきたいですねこれからもいってらっしゃい